撮影とは、写真や、映画や、ビデオなどを撮ること。カメラによって写真や、映画や、ビデオなどを撮ることである。写真、X 線写真、映画、文献写真などでは、対象物の形を工学的な方法で結造させ、その像を、フィルム、看板、CCD 素子などに結像させ、記録するが、この工程を撮影という。撮像ともいい。 こちらは特に天体の像を記録する場合に使う。撮影する対象物を被写体という。なお、念のために、ここで説明しておくが、写真が動くようなものは映像という。動画と呼ぶのは間違いである。様々な分類法がある。一つには、写真撮影、映像撮影とに対別する方法がある。ここでまず説明しておくが、スチル撮影の分類名は、 撮影と呼ばず、写真と呼ぶ傾向がある傾向がある。写真撮影の分類法としては、一つには、対象物によって分類する方法がある。古典的な分類法としては、人物撮影、生物撮影、風景撮影という分類が一つにはある。また、写真撮影はその目的による分類も行われている。例えば目的が、芸術、学術、報道、 商業のいずれかによって、芸術撮影、学術撮影、報道撮影、商業撮影、などと分類する方法がある。例えば人物撮影に関しても、解分類ができ、ポートレート撮影、報道用人物撮影、商用の人物撮影、などに分類することもできる。生物撮影に関しても、芸術的な生物撮影、学術的、 記録的な生物撮影、報道用の生物撮影、商業用生物撮影、などに、解分類することができる。自然の撮影に関しても、芸術的な自然撮影、学術、記録的な自然撮影、などがある。映像の撮影に関しては、一つは撮影場所で分類する方法があり、スタジオ内の撮影を、スタジオ撮影。 セット撮影などと分類し、撮影所の外の屋外での撮影は、ロケーション撮影、または、オープン撮影と分類する。一つには、撮影速度で分類する方法もあり、特殊な速度で撮るものを、特に高速度撮影、低速度撮影、タイムラプスなどと分類する。スタジオ撮影のうち VFX の撮影のうち、撮影後に映像を合成するために、 特殊な色の背景を用いるものを、特に、ブルーバック撮影と分類する。デジタル式映画撮影とは、映画の撮影の段階で、従来の銀円式フィルムを使用せずに、光を電気信号に変換する、撮像素子を使用して、磁気テープやハードディスク等の記録媒体に記録する、撮影である。記録する媒体に関して説明すると、元々は、観光材料が使われ、 スチル写真では、出版パ板フィルムと変化してきた。この節は、写真撮影の基本を説明する。なお写真撮影の、露出や、シャッター速度や、絞りの概念は、映像の撮影でも使われる基本的な概念である。撮影上必要となる技術は、構図や露出、光線状態、照明が中心になるとのことである。露出は ISO 感度。 シャッター速度、絞りによって決まり、普通はいわゆる適正露出を目指すが、表現糸により、オーバー気味、アンダー気味の露出をあえて選ぶこともある。また、そもそも表現糸によって、カラーにするか、モノクロで撮影するか判断しなければならない。またレンズの選択も重要な役割を果たす。レンズは、焦点距離の長い順から、大まかに、望遠レンズ、 標準レンズ、広角レンズに分けられ、また摂写に適した、マクロレンズ、焦点距離を変えられる、ズームレンズ、歪んだ像の得られる魚眼レンズなどの特殊なレンズがあり、撮影者は撮影意図に最も適したレンズを選択して撮影する必要がある。焦点距離は、被写界深度とも相関関係があり、望遠レンズでは浅く、広角レンズでは深くなる。 被写界深度は絞り位置によってもコントロールでき、絞り込むと深くなる、つまり近くから遠くまでピントがあった写真になる。また、その逆をすれば浅くなり、主たる被写体の背景や前景がボケることになる。シャッター速度が遅くなるとブレが生じるので、普通は三脚や照明を用いることにより、できるだけこれを避けるのが普通だが、 特殊な表現意図がある時にはあえてブレを生じさせることもある。また、カラー撮影の場合は、管材の入材番号や、アイファン速付き、光源の色温度によって、カラーバランスが崩れることがあるので、フィルターや光源別のフィルムを使用し、露光量も調節するなどの補正が必要となる。デジタルカメラの場合は、ホワイトバランスの設定などにより、色調を調節する。 映画やテレビドラマの撮影において撮影開始をクランクイン、撮影終了をクランクアップと呼ぶ。これは和製英語でカメラが手回し式だった頃の手回しハンドルに由来するとされる。映画やビデオカメラの撮影においてはスチル写真とは違って動きを伴うカメラワークによる表現が可能になり、 また、多くの場合、音声の録音も必要とされてくる。また、撮影が終わった後で、映像や音声の編集が必要である。編集にあたっては、モンタージュの技法や、ナレーションの負荷により、映像に一定の意味が与えられる。シネマトグラフィー及び、ビデオグラフィーとは、映像学、映像技術、映像撮影、動画学、動画技術、動画撮影。 映画学、映画技術、映画撮影などを意味する言葉で、このページでは、映像撮影技術、または、動画撮影技術、映画撮影技術を指す。フォトグラフとは、写真学、写真技術、写真撮影などを意味する言葉で、このページでは、写真撮影技術を指す。工事園第六版撮影、ハット AB、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。 撮影、名教国語辞典、第2版工事園第6版では、動画は、アニメーションに、同じと説明されている。動画は、アニメーションだけ、つまり、漫画を動くようにしたものを指すのにもっぱら使われている、用語。学術写真とは、学術研究の資料として撮影され、教される写真。ありがとうございます。